お聞きくださいということでね、今夜は最終回となりますジャストライクザミュージックでありますが、そのラストにふさわしいゲストをご紹介しましょう。今夜のゲストは3月の23日にニューアルバムユーマをリリースしたチャットモンチーの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエ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 イ。ではまずはお一人ずつ自己紹介お願いします。はい、ギターボーカルの橋本恵理子です。ベースの福岡明子です。ドラムの高橋久美子です。お願いいたします。お願いいたします。すいませんね、来ていただいて、しかも最終回という、こんな得意なシチュエーションでありますけれどもだいぶプレッシャーですねこれ。でもそこはもうね、暗くないですね。全然暗くない。そうかなんて全く我々話しておりませんので、いつも通りのね番組をお届けできればなと思っているんですけれども、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに今日はお三人にお越しいただいてますけども、お一人ずつ、まあ、じっくり個人面談というような形でね、お話伺うパートもありますんで、はい、まあ覚悟だったりとか、ワクワクドキドキだったりとか、そんな面持ちで、もう登場されない他の待機の二人は。はい、いろいろと待っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、さあそれでは早速ジャストライクザミュージック今夜のオープニングナンバーいきましょう。ではですね、1曲目は橋本さん曲紹介お願いします。はい、ユーモアの1曲目に入っているバースデーケーキの上を歩いて帰った。お送りしているのは3月の23日に発売されていますアルバムユーモアからバースデーケーキの上を歩いて帰った、1曲目のナンバーをお届けしております。遠藤潤のジャストライクザミュージック、改めて今夜のゲストはその3月の23日にニューアルバムユーモアをリリースしました3ピースバンドチャットモンチーの皆さんにお越しいただきました。はい、今夜個人面談ありということで、はい、はい、ここから早速参りますよ。はい、まずは個人面談パート1、ギターボーカルの橋本恵理子さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれではこれもちょっともう恒例となっておりますけども、はい、まずはチャットモンチーのバイオグラフィーをご紹介させていただきます。はい、橋本恵理子さん、福岡明子さん、高橋久美子さんの3人による徳島発のロックバンド。デビュー前から未完の大器として注目を集め、2005年11月にミニアルバムチャットモンチーハズカムでブレイク。2006年に初の全国ツアーを行い、2008年には日本武道館 2days を完売成功させました。そして今年2011年、去年の10月にリリースされたミニアルバムアワカム発売後すぐに制作されたというオリジナルフルアルバムユーモアを3月の23日に発売いたしました。はい、結構間髪入れずというか、まあ、ギュッギュッともう凝縮された期間の間でこのユーモアも完成してというね、そうですね、感じもいたしますが、はい、そのアルバム、まあ、後ほどまたたっぷりと伺いたいと思います。はい、まずは橋本恵理子さんに聞きましょう。100問1答これお答えいただきましたよね。はい、でドラムの高橋さん今スタジオ出てらっしゃいますけど、はい、橋本さんを動物に例えてですね、はい、外見はハムスター、うん、中身はトラ、うん、こういうお答えが返ってきました。はい、まあわかりますよ、外見はハムスターという、まあ、かわいらしいっていうようなね、そんなイメージがあるんですけど、はい、実は近寄った人間をそのハムスターの皮をかぶりつつ、はい、噛みつきに行くじゃないけど、そういう攻撃性があるということですか。そうですね、そうですね、さらって言った、いや、というか多分こうなんか裏切られる感じがあるのかもしれませんね。みんな裏切られてんの橋本さんに。いや、ちょ、なんて言ったらいいかな、こうなんかこうなんだろう、ハムスターってもう見たまんまじゃないですか、ね、見たまんまですよね。多分そういうのじゃないっていうのが、まあ人間っぽいというか、うん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 、見た目で判断できないよって。そうですそうです、っていう、多分そうなんだと思います。意味での、決して噛みつかれたことを根に持ってるわけではないですね。ではないと思います違うと思います。橋本さんご自身は自分のことを猿と答えてらっしゃいましたけれども、はい、ご自身はそのまあ猿どう思われますか。いや、人間に近いかなと思って一番で猿って答えました。あ、そういう意味でね。はい、なるほどなるほど。でも僕ハムスターとかの、うん、愛らしいイメージって多分大方の皆さんが抱くそんなイメージかなとも思いますけどもね。でも実際人間に近いんだよっていうところをやたら強調されますね。そうですそうなんです。その橋本さんが中心となってこのチャットモンチーは、まあ、結成されたと思うんですけれども、はい、ソロじゃなくてバンドをやりたいって思ったのはなぜなんでしょう。もともと兄がバンドをやっていて、はい、でその兄のライブを見に行ったのがその地元の徳島のライブハウスで初めて行った時に、
3ピースがいっぱい出てるイベントだったんですよね、うんうんうん、それでバンドって4人のイメージとか5人のイメージだったんですけど、こうボーカルがいてって、うんうん、ギターベースあってドラムあってキーボードもいてみたいな。そうそう、でもその時に3つの楽器で3人でやってるって人が多くてびっくりしてめっちゃ惹かれたんですよね、それに、うんうんうん、なのでやるんだったら3ピースバンドがやりたいと思ってました、うんうん、それは3人でできるんだったらっていう意味でもうなんとなく自分を入れた3人、うん、それイメージは出来上がってたんですか？もうなんか見た目がかっこいいって思ったんです、まず、うん、ステージに立ってる時の、しかもあんま見たことなかったっていうのもあって、ええ、もう衝撃だったんですよね。その時は誘うならこの人みたいなのは、うん、もう全然なくて、もう初めてだったから、うん、そんな楽器やってる友達も周りにいないから、当時は初めての人たちと一緒に組んでました、うんうん、でみんなで練習しながら、あ、いいのできたねとか、次これチャレンジしてみようかとかいう、そうです、そうです、ところをやりながら、はい、初めて曲作ったのはいつ頃ですか？中3の終わりです。中3の終わり、はい、結構これは早いんでしょうね。これはこの時はなんかピアノも習っていたし、オーケストラ部だったので、はい、なんていうんだろう、こうなんか、いや作ってみたいっていう思いから、バンドの曲っていうよりは、うん、なんかメロディーを作るみたいなので、そういうノリで作ってました。どんな曲だったんですか？なんか童話に出てきそうな童話に出てきそうな本当に恥ずかしい感じの曲です。それ誰かに聞かせたんですか？あれ、友達に聞かしました。なんという反応が？なんか童話みたいやなって。なんでしょう、その童話みたいっていうのは、牧歌的というか、牧歌的でしたね。ほのぼのとした感じで、あ、いいねっていう。そうです。それがまあ初の曲なんですね。はい。で、まあ、それを経て今に至るわけなんですけども、このプロになりたいと思ったきっかけって覚えてます？うん、高校3年生の時に進路決める時になりたいと思って決めました。これ誰かに相談したんですか？親に相談しました。先生とはそういう話をした？しましたけど、なんかもう先生というよりかはもう親の方が大事だから、親の了解がないと、やっぱ女子やし、うん、なんかちょっとみたいなのもあったから、ずいぶん相談しました。ずいぶん相談して、はい、最終的にどういった後押しがあったんですか？父親から、エリコはもう片足突っ込んでるから、あのバンドマンに、うん、全部言ってしまいなさいっていう、中途半端は良くないと、やるなもとことんっていう、そうです、いいお父さんですね。そんなんね、ずっと言ってくれたことなかったのに、うん、最後の最後で父親が後押ししてくれて、あ、頑張ろうかなってなったんです。今でもお父さんお母さんは本当にその活躍をね、はい、もういつもいつも目を細めて見てらっしゃると思いますよ。本当にね。そうですね、親孝行もうできてると言っても過言ではないですもんね。いや、もうできてると思いますね。でもそんなお父さんの力強い後押しがあってという、うん、橋本さんでありますが、はい、さあ100の質問にもちょっと戻りたいと思います、はい、最近テンションが上がったこと、大掃除がうまく進んだこと、はい、はい、これはもうなんか掃除っていつも中途半端に終わることが多いと思うんですけど、うんうん、今回はうまくいきました。今回は、はい、もうだいぶ配置も変えたんですか？いや、配置変えずに、配置は変えずに、もうなんかしまってあったものを出すことから始めて、うん、普段見ないものってめっちゃ溜まってたりする。溜まりますね。そういうのをいらんと思ったら捨てるっていうのを、うんうん、頑張りました。できた？できました。それは去年年末とか、そういう話、年末から今年にかけてやってます。結構大掛かりな、はい、あんまり片付けられないタイプやったんですか？いや、もうあの生活できる範囲は綺麗なんですけど、うん、もう見えんとこはほったらかしにしてたっていうのが、はいはい、ちょっと気になっててやりました、うん、机周りは、まあ、歩けるスペースはあるけれどもみたいなね。はい、あ、分かります分かります。その状況がすっごくよく分かります、はい、そう見えないでしょう。でも周りの人からは、うん、そう思われないですよね。思われないですね。いや、実はそんなちょっと捨てられない女だったんですね。そうです。お掃除うまく進みましたよ。はい。密かに自慢に思っていること、阿波弁、徳島弁。はい。これどんなところが自慢でしょう？あんまりおらんっていう。あんまりおらん。はい。
まあ、例えば大阪関西だと、はい、そのまあ関西弁、はい、まあ、いわゆるベタなところでもなんでやねんとか、お気にとか、はい、なんかそのレクチャーしてって言ったら教える言葉ってありますけど、はい、アーベン教えてって言われた時になんかこれちょっとポピュラーだよというか、カンマンよって大阪でも言いますか。カンマンよ。カンマン。カンマンって何ですか。構わないよ。あ、構わんよ。はあ、はあははあ、それをカンマン。カンマン。だからこれいるって言われて、うん、カンマン、カンマンよ。いいよ、ちょっと遠慮してる言葉ですね。そうですそうです、なかなか使いどころなさそう。断るときに使う。断るときにね、使う。そうです。感じですかね。カンマンよ。でも覚えておきます。これ皆さん、カンマンよ。丁寧に断ると構いませんよって、はい、構いなくっていうことですね。はい。はい、ありがとうございます。うん、そんなもう本当ほのぼのとした空気をね持ってらっしゃる橋本さんでありますが、はい、福岡さんからメッセージが届いております。はい、まあ高橋さんからもなんですけど。福岡さんから、いつになったら年を取るんですか、はい、高橋さんから、髪型変わってないね、はい、もう全くビジュアル的には昔からもうこのままですか。そうですね、まあ変わってないっていう感じが出てますね、二人から、うんうんうん、まあずっと一緒にもう6年も7年もいるからっていうのもあるし、うんうん、そうですね。チャレンジしたい、なんかそういうスタイルとかってないですか。いや髪なんかこうふとね、うん、いきなり金にしたらどう思われるかなとかはいろいろ考えたりはしてますけど。ココさんもね金髪でしょ。はい、やっぱ、うん、そうだからいきなり同じような色にしたらどう思われるかなとか、うん、想像はします。もうだって橋本さんそれやっちゃったらもう高橋さんもやるしかないもんね。そうラス1ですよ ね、ラス1ですよね。もうしゃーなしにもう、ね、もうチャットモンチーはもう金髪で金髪スリーピースバンドみたいなねところになっちゃうかもしれませんけど、あ、金髪とかそういうヘアカラーの変化はちょっと、はい、なんとなくやってみたいのはあると、はい、そうです。想像だけはしてます。想像だけは、はい、それが、まあ、2011年中なのか、あとまた来年以降になるのか、見られる日は来るんでしょうかね。そうですね、いつかいつか、はい、そんなヘアスタイルで歌う橋本さんを楽しみに待ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではここで1曲お届けしましょう。曲紹介お願いいたします。はい、レディナビゲーション。お送りしているのは3月の23日に発売されましたアルバムユーモアから2曲目ですね、レディナビゲーションです。遠藤潤のジャストライクザミュージック、今夜のゲストはそうアルバムユーモアをリリースしたチャットモンチの皆さんをお迎えしてお届けしております。ということでですね、この時間はギターボーカルの橋本恵理子さんに続きましてベースの福岡明子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ個人面談のお時間パート2です。さっき聞いてありました、外で。聞いてなかったです。あ、聞いてなかったんですか。なんかね、窓から多分見えたら、うん、えっちゃん緊張するやろなっていう。あ、優しい。え、橋本さんってそういうタイプなんですか。なんかね、いや、見よったらあんま言えんのちゃうかなと思って。おうおうおう、なかなか解放できない子なんで。あ、いや、金髪にしたいらしいっすよ。頭ですか。うん、私みたいな。そうそうそう。ほんまですか。いや、なんかさっき言うてもありますけどね。絶対明日にも忘れてますよ。そんな今日オンリーかもしれないと。そうだ、福岡さんにではここからいろいろと話を聞いてまいりましょう。さあ、音楽を始めたきっかけ、はい、スーパーカー。あ、はい、そうです。スーパーカーと出会って衝撃を受けて、うん、はい、音楽を始めたという。そうなんですよね、中学校1、2年の時にそのスーパーカーっていうのテレビで初めて見て、うん、衝撃を受けて、うん、でもそこからすんごい好きになって、うん、めちゃくちゃ聴いてたんですけど、うんうん、まあそれからですね、やっぱロック好きになりだしたのとか。でその衝撃を受けて、うん、いわゆるバンド組んだりとかっていうのは、一人でベース始めました。おい、ベースの方が、女の人で、しかもね初心者でそのスーパーカーやりだしてすぐデビューできたっていう話をインタビューで読んで、うんうん、初心者でもデビューできるんやみたいな、なんかちょっと勝手になんか妄想をブワーって膨らまして、はいはいはい、うん、私もチャンスあるかもしれない。そう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 、やったらできるかもしれない。で一人でベースを中古で買ってやってたんですけど全然面白くなくて
一人でやるのはね。そう、全然ベース地味だし、なんか物足らん感じしますよね。そう、うん、なんか進学校だったんで誰もバンドしてくれる子周りにおらんかったんですよ。なんか一人でボンボンやっても全然面白くなくて、すぐやめましたね、うん、すぐやめた。大至急やめましたね。そうか、じゃあ結構ブランクはあったんですか。あのチャットモンチやるまでですか、ええ、全くブランクだらけです。へー、それは意外。だからちゃんとベース始めたのチャットモンチからなんですよ。なってその時勘は鈍ってた、うん、全然弾けませんでした。弾けなかった、うん、だからまた一からだったんですね。もう全然一からです。でもやっとその退屈じゃない自分のベースも活かせて、はい、バンドもできてという、うん、念願の舞台に。そうです ね最初はえっちゃんにベースを教えてもらってましたもん。はー、ベースラインとか、ね、なんか3ピースのベースは動かなあかんとか言って、うん、じゃない 言ってはったんで、うんうんうん、めちゃめちゃめちゃ動いてたら、うん、後であれ異常だったっていうことにあの後々気づくんですけど、動きすぎやったとなんでこんな動いてんねんってそうやんなと、よう考えたらおかしい思いながらやっとったわ必死やったから忘れてたけどみたいなでもそのきっかけスーパーカーで、その後石渡淳二さんと一緒に音楽をね作ることになったって、はい、これすごいですね。めっちゃすごいですね。なんか初めてその大阪でライブした時に、そのレコード会社の人からプロデューサーさんになる人が今日見に来るからって言われて、で終わったらここに来るようにってお店の連絡先を渡されて、あのお店の地図を渡されて、うん、でライブ終わってここ行ったんですよ、うん、そしたらなんか深くニット帽をかぶった人が座ってるんですよ、うんうん、そしたらなんかこの人プロデューサーさんですって言われて、で3人ポカーンとしてて、うん、でもアッコは分かるよねって言われたんですよ社長に、うん、よう見たらスーパーカーの石渡さんだったんですよ。でうわーってなって、もう私もう震えてガクガクして、うん、一番にサインくださいって、ね、これからお世話になるプロデューサーにすいませんサインください。そう、だからもう社長にそんなあかんって言われて、そんな関係じゃないんやからとか。そうよね、そっからはもうねもういやファンの気持ちはいつまでも持ち続けていいものだと思いますけど、もう完全にねお仕事の間柄になるという、うん、でもこれ何でしょうか、なんか不思議なご縁があったんでしょうね。もうなんかこんなことってあるんやなと思って、うん、そのもう10年前の自分に言うても絶対信じんへんやろうなと思いますよね。でもかけがえのないもうこれは財産ですよね。そうですね。で、うん、そこからその淳二さんとチャットモンチの関係がすごく深まっていく感じも、うん、の出会った奇跡よりもそっちの方がすごいやっぱ宝物というか、一緒に作った過程がすごく良かったです。でもひょっとしたら今後そのチャットモンチーを見て音楽の道に入りたいと思った子たちのプロデューサーとして、おーねえこれ怖い怖い、またそのニットキャップ目深にかぶっての福岡っていうこんなシチュエーションもねあるかもしれないですよね、考えたらね。うわーほらほんまですか。でもこれ不可能はないんだなっていうなんか ね感じがしますよね、うん、なんか夢叶うってこういうことなんやなっていう、そういうことですよね、思いましたよね本当にね、うん。でも橋本さんからはちょっと踊らされてたという話がさっきありましたこのチャットモンチーというバンドの中ではどんな立ち位置なんですか福岡さん。私ですか、うん、まあ、ツッコミですよね。ツッコミ、うん、2人だってもうえっちゃんはもうド天然やし、うん、コミコはなんか限りないんで、なんか再現ないんで自分の中に再現を設けない人というか、もう走り続けてしまう人なんで、はあはあはあ、ストップかけないと、はあ、宇宙が確かにすごい広がって、そうなんです、高橋さんはね、コスモがすごいんですよ彼女はそれをストップさせる。そうですね。それはもう始まった当初からですか。でもチャットモンチ最初入った時は久美子サポートだったんで、うん、まだそんなに味は出してなかったですけど、うんうんうん、まあ、今や彼女の宇宙はすごいですね。そう、これ後ほどまた個人面談するのが楽しみなんですけども3人集まるとどんな話するんですか。なんか100の質問から気になるものとして、はい、好きなスポーツのところで、うん、やるのはバレー、見るのはプロレスってありましたけど。あ、私ですか。そうですそうです。そうですね、福岡さんバレーとかね、うん、結構テレビでやってたりとかすると、うん、それ仲間内でなんか話題に上がったりとかするんですか。でも2人、えっちゃんと久美子は吹奏楽部だったから、うん、あんまり運動系にその興味ないし、あとましてやプロレスとか全然興味ないんで、そういう話はあんましないんですよ。そうなんや。でも見るのはプロレス、これちょっと意外やったんです。僕も大好きなんで。ああ、ほんまですか。ちなみにどこが。もうまんべんなく見てましたけれどもね、昔はもう全日本もう四天王プロレスっていうのが大好きで。あ、分かるかな。分かりますけど、私、ね、中学校高校の時が一番見てて、うん、プロレスを。で、まあ、バンドに打ち込み出してからあんまり見てなかったんですよ正直、うんうん、で最近
実は周りにプロレス好き多いバンドマンで多いってことに気づいて。バンドマン多いですよね。多いんですよ意外と。女性でっていうのすごい僕珍しい感じがしたんですよ。そうよく言われるんですけど、ただ 1.4 東京ドーム今年行ったんですけど、 1.4 っていうのは毎年恒例の新日本プロレスの金河新年東京ドーム大会のね、これはもう合言葉ですね。 1.4 はもうマイクアピールって絶対言うやつ。 1.4 待っとけよみたいなやつ。そういうことのやつ行ったんですよ初めて。やっと初めて東京ドームに行って行きましたね。たもう女性多くてやっぱおるんやんみたいな、みんな黙ってるだけやん。もっともっとアピールしていこうぜと。だって棚橋選手かっこいいですからね。めっちゃかっこいいですね。男前ですからね、だからそれも若い女性ファンもどん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 虜になってる。そうですね、なんかそのやっぱあの華やかですよね。華やか、花があるし、でも私あの結構その男臭い感じのも好きなんですよ、あの女子プロはそんな見なくて、もう男性プロレスのもう、ぶつかった時 の鈍い音がもうたまらなく好きなんですよ。それもいいし、あのドラゴンゲートみたいな華麗な空中殺法系のもうなんか何やってんかほんまわからん。人工衛星ヘッドシザーとかも全然何やってるかわからん。技の名前ですよけどもううわーみたいな、何もうサーカスみたいなです。エンターテインメントですよね。天竜からドラゲーまで幅広い、すごいですね。ゴツゴツしたものからという、まあ、せっかくなその女性に向けてね、なんかこういうところ楽しいか一回見てみたらっていう。プロレスを進めるんですか。プロレスを進めてみてください。そうですね、あのこういうとこ見てみたら、まあでもライブも私たちのライブも一緒ですけど、生をとりあえず見てたら感動すると思います。プロレスは本当にあのどんなに小柄な選手でも小柄なりの技を持ってるし、大柄な選手は本当にあのもうぶつかる音がもうかっこよすぎて、惚れると思います。一回ライブを体験してみてくださいと、いうことでしょう皆さん。なんで私こんなプロレス進めてるかわかんないんですけど、よければぜひとも。いやでもそうやってなんかあのファンともねそういう会話もできてまた面白いですね。いや面白いと思います。ぜひあの女性プロレス好き増えてほしいなと思います。ほんまですよね。そんな、福岡さんへ、橋本さんから体を大切にね、高橋さんからは髪型変わりすぎだねというメッセージが届いております。そうですね、まあ、体をいじめてるんですか。いやいじめてないですけど、あの多分えっちゃんから見て私は多分あんまり休んでないイメージなんでしょうね。あんま寝ないし家に全然いないんで。家にいない、じっと知られない。そうですね、無理なんです。家にいるの。どこ行くんですか。外行って。外行ってもう映画見たりライブ見たり、はいはい、ライブよく行きます、ね、友達のライブとかの好きなバンドのライブ行ったり、家にいないです全然。そこおそらく心配されてるんでしょうね。彼女ずっと家にいますから ね動けるところだけ綺麗だって話をさっき聞きましたから、ようやく大方 大掃除できたみたいなんですけども、でも心配されてますので、はい、ほどほどに、はい、髪型も変わりすぎ。そんなに変わりましたっけ。そんなチェンジしてますっけ。あのそうなんですよね。でもこの色になってから長くないですか。この色の中でもちょいちょい変わってるんですよ。これが赤みがかったり黄色みがかったりいろいろしてるんです。ベースは金髪だけれども。そうなんです。そうなんですね。凝り性なんですかね。もう飽き性なんです。飽き性。そう、だからすぐ飽きちゃうんです。もうすでに飽きてますもうこの色も。あ、飽きてんだ。じゃあもう譲りますか橋本さんに。そうですね、金髪は全然いいと思います。ただえっちゃんめんどくさがりやから無理やと思う。金髪結構大変なんですよ。ケアが月2回ぐらいいろいろしないと。あ、美容院通ってですか。そうですね。うわそれめんどくさそうです、ね、めんどくさいです。そんなめんどくさそう。でもちょっと飽きてるということなんで、ちょっと次の、まあ、色も含めてのヘアスタイル、ここ皆さん注目していただきたいと思います、はい、さあそれでは3月の23日に発売されておりますアルバムユーモアから、今度は福岡さん曲紹介お願いいたします。はい、ユーモアの3曲目に入っている曲聴いてください。金河新年。お送りしているのは3月の23日に発売されましたニューアルバムユーモアから金河新年です。シャンシャンシャンってあのお参りの音も入ってという、これも非常にユニークな一曲でありますけれども。そうですね、ねえ、今そうですねとお声が聞こえました。そうですよ、この時間はですねドラムの高橋久美子さん、はい、個人面談よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
聞いてらっしゃいましたか、他のお二人のお話は。私が聞いてたら緊張するんじゃなかろうかと思って外に出ておりました。あらららららら、みんなそうなんですね。そうなんですよ。ずっと橋本さんはもう先ほどの福岡さんの時から外で聞いてらっしゃいますね。えっちゃんは、うん、私とわっこちゃんの MC を楽しみにしてる人なんで、MC ライブ中の MC 全く喋らないんですね、えっちゃんは。でなのに私とわっこちゃんの掛け合いとかを見て一人で出ていただいて笑ってるんですよ。お前は客かっていう。ほんまや、うん、一緒に上がってんのに。そうなんです。入ってこいよ、入ってこいよと。でもお好きなんでしょうね、二人のことがね。そうでしょうかね。どんな話が出るのかという感じで、まあ、今もすごい人気声がにね、外で待ってらっしゃいますけども、まあ、その橋本さん、福岡さんより一つ年上ということもあってかですね、はい、お二人から高橋さん非常に男前という、まあ、お答えが返ってまいりました。本当ですか、うん、男前。男前、へー、それなんやろね。多分あの歴史が好きとかそういうとこからですかね。あ、歴史を好きだそうですね。好きなんです。もういつ頃からですか。もう歴史が好きなのは高校生ぐらいから好きなんですけど、もう授業やりだしてから。はい、授業やりだしてから歴史は得意でしたね。歴女というやつですね、いわゆるね。歴女、歴女っていう言葉は流行り出す前から私は歴史が好きやから、はい、なんかあれですよね、歴女って言われたらあまりなんかね、乗っかってる感が嫌ですよね。そう、嫌なんですよ、これ言われたら。もっと前からやっとるわよと。 そんな軽い言葉で片付けないでくださいっていう。なるほど。とこもありつつ、まあ、歴女ですね。歴女まあ言ったら歴女です。土方歳三の格好がよく似合うって福岡さん書いてらっしゃいました。あ、新選組の研究オフの人がされてるんですよ。そうなんですけど、そうなんですよ。あのこの間ね、はい、あのお休みの日に日野ってわかりますか、日野市、日野市に行ってまして、日野市は何かっていうと新選組のふるさとなんですね、はい、でそこにあの新選組の記念館がありまして、そこに行くと新選組大使の格好か土方歳三さんの格好ができる服を、衣装を貸してもらえるんですよ。でそこで私は土方歳三さんの大ファンですから、もうテンションもうめっちゃ上がりますって。上がりますよね。ほんなん焼きますよ絶対っつって、まあね、他の人あんまり聞いてない、来てないんですよ、まあ記念館をさらっと見て帰っていくのに、はいはい、絶対なんでみんな来んのっつって、一緒に行った友達2人、3人で行ったんやけど、2人は新選組大使の格好をして、私は土方歳三の格好をして、なんかその座り方とかもおじさんが教えてくれるんですね、その写真のどういう風な角度から撮ったらかっこよく写るかとかも教えてくれて、でピストルの構えというか、その、あの土方歳三っていうことを言う方は結構そのなんて言うんでしょうね、新進系というか、結構新しいもの好きやったから、早くから洋服を着たりとか、ピストルを持ってたりとかしたんですけど、その付け方とか、あの、まあ、刀も持ってますから、刀のこうの刺し方だったりとか、そういうのも勉強とかして、もうそれはいい写真が撮れたので、あ、見せてあげればよかったな。ほんまや、そんなん聞けば聞くほど見たいみたい。めちゃめちゃいいんです。それが、もうメンバーからも好評だったと。はい。これでも、なかなかいないですよ。例えばその、コスプレできるとこあるじゃないですか、はいはいはい、そういう記念関係って、はいはいはい、だからすごい珍しいタイプですよね。やっぱさらっとのが多かったと思います。みんなね、なんか大人って恥ずかしがっちゃうんですよね、だからお城とかでも私一回鎧を着て、あのお城、あの甲冑ですか。そう、甲冑着て犬山城の天守閣まで登るっていう企画もやったことがあるんですけどまあすごいもう好きやから、そういうのはもうなんかあったらぜひ教えてほしいですね。あ、なるほどなるほど。 むしろもうそういうのとか、あと大名行列とかにも参加したいからあのそういうのできる企画があればぜひ教えてほしい。できる企画があれば、企画があれば。分かりました、はい、ちょっといろいろと調べてまた、はい、あのお伝えいたします。あ、すいません、こんなノリノリの方ね、ちょっと僕も初めてお会いしたので、これは教えてあげないとぜひ、ね、なんかね、はい、よく情報が回ってくると思うので、よかったらまた教えてください。分かりました、はい、という約束もしながらそんな高橋さん、はい、教員免許持ってらっしゃるんですよね。あ、そうなんです。でそのミュージシャンに対するイメージはもともと不良だったということですが、まあこれはふざけで書きましたね、完全に。あの不良じゃないですか、お母さん的に言うとロックイコール不良、不良ギターなんて不良よっていう。そうですね、時代は確かにあったと思いますけど。そうですね、うん、私はあのアッコちゃんと同じで、あの鳴門教育大学っていう教育大学に行っていたので、先生の免許を持ってたんですけど、やっぱりまあね、普通に行ってたら教師になってたと思うんですよ、うんうんうん、でまあなんでしょうね、迷った挙句チャットモンチに入るかっていう、はあはあはあ、それで今ミュージシャンやっております。今ミュージシャンやって、うん、なってよかったなってどういうとこ思います。いやでもなんだろうな、
いつも思いますけど、その一番思う時は新曲を3人だけの手でこうかんめっちゃかっこいいのを完成させて、うん、でそれがその誰のにも届いてない、誰の耳にも届いてない時にデモ音源で家に持って帰って家で聞く時ですよね。やっぱすごいなチャットモンチって思うんですよね。家で聞きながらめっちゃかっこいいなって思って、これをちゃんとレコーディングして撮ったらかっこいいんだろうなってイメージを膨らませてる時が好きですね。誇りを持ってらっしゃるんですね。です3人でやっていることの意義というか、うん、それはやっぱ年数経っても変わらないものですよね。全然変わらないです、うん、仲いいんですね3人。仲いいですね、うん、まあ、私んちで冬に鍋したりとか、はあはあ、3人でしたりとか、あとは、まあ、なんだろう、友達のライブ一緒に行くとか、うん、演劇友達と見に行くとか言って、うん、ご近所お誘い合わせの上的な感じです。そんなメンバーの橋本さんからは、はい、無理しすぎないでね。福岡さんからは、いつになったら平成を生きてくれるんですかというメッセージが届いています。ひどいな。まずその無理しすぎないでねっていう、さっきの福岡さんもちょっと体のこと心配されてましたけど。ああ、うん、本当ですか。なんか無理されるんですか。無理はあまりしないし、よく寝ますし、うん、よく食べますけど、うん、多分3人の中で一番風邪をひきやすいとかです。風邪をひきやすい。風邪をひきやすいとか、あとはドラマやからめっちゃ足腰が悪くなりがちなのとかがあって、二、うんうん、人が久美子がちょっと腰をトントンって叩いてるだけで痛い、腰痛い、腰痛い、大丈夫とかってめっちゃ言うんですよ。過剰なまでのこの気遣い、すごい気遣ってくれて、いや別に腰、うん、いけるよ、叩いただけって言ったら、ほんま無理せんといてな、無理せんといてなってめっちゃおばあちゃん気遣うみたいな感じで、ほんまのこと言うやね。そうそうそう、ほんまって言ってよって休憩するんだ、休憩するって、すっごいもうすぐに休憩になるっていう。いやでもそれほどこのチャットモンチの流れだとドラムというポジションを皆さんやっぱ重要だと思ってらっしゃるんですよね。だからこそ身一つじゃないですか。そうですね、うん、それがそういう、ね、過剰ないたわりにつながってるのかなと。ありがたいです。ただその平成を生きてほしいという福岡さんの意見、僕もちょっとよくわかんないんですが、これは多分あれだと思うよ。私がいつも幕末の話ばっかりしてるから、幕末がなって言って、この間なこの歴史会館に行ってなとか、そんな話ばっかりしてるから、うんうん、いつになったら平成を生きるんやということだったり、うんうん、だと思いますね。喋ることが割とこう70年代の感じだったりするから、うんうんうん、それで心配してるんやと思いますね。なるほどね、うん、宇宙だっておっしゃってましたさっき。そうなんや。高橋さんの中に広がる宇宙はもう広いよっていう話もされてましたけど、まあ、本当ですか、うん、いや2人の中に広がるのもだいぶ広いと思いますけどね。それがその集合体が、そうですね、チャット文字であると、ここが広いですからね。ここが広そうですね。そうですね、今日個人面談をして改めてなんか僕もそれを知った感じがいたします、はい、さあそれでは3月の23日発売されているユーモアからもう一曲お届けしましょう。高橋さん曲紹介お願いいたします。はい、では聴いてください。ユーモアから拳銃。お送りしているのは3月の23日に発売されていますチャットモンチーのニューアルバムユーモアから10曲目の拳銃。土方のピストルからの拳銃っていうね、かっこいい曲。それ僕に言われるまでは全く気づかなかった。気づかなかった。すごいな思ったわ。さあ遠藤潤のジャストライクザミュージック、今夜のゲストチャットモンチーをお迎えしてお届けしておりますが、個人面談が終わりまして再びメンバー全員揃ってくれました。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。いかがでしたか個人面談の時間は。いやめっちゃ面白かったですよ。そう、自分が受けながら、ね、人のを聞くっていうのもね、はい、なんか新鮮じゃないですか。ないよな、うん、今までこうやってラジオで個別でやったことがないです、うん、初の試みをさせていただけた。いや良かったです、うん、そんな Just Like the Music も今夜が最終回だった。最初で最後や。最初で最後、貴重ですよ今夜聞いてくれる人の皆さんね。さあここからニューアルバムのお話です。3月の23日に発売されていますニューアルバムユーモア、これタイトルはまあアルファベットでユーモアですけど、かかっ
ってるということですね、ユーモアと。そうなんです、ユーモアとアレンジがすごい面白いので、はい、ユーモアあふれるアルバムということで、うんうん、ユーモアっていうのと、うん、あのジャケットを見てもらったら分かると思うんですけど、女の子と男の子がずっとキスをしているようなジャケットで、うんうんうん、まあ、あなたをもっとっていうことをかけまして、ユーモアとユーモアをかけました。過去最高に明るいアルバムとのことなんですが、はい、はい、ね、この辺りは、うん、楽しいっていうのをテーマに作ったアルバムなので、うんうん、私たちの中ではものすごい明るく楽しいもののつもりで作ってたんですけど、うん、聴いてもらってる人は意外とめっちゃ強いアルバムやなってよく言われたりしますね。一曲の立ち方がすごいなとは思いましたね。その際立ち方といいますか、これその初のセルフプロデュース作品なんですよね。フルアルバムではね。今までと違う部分でいうとどういったところになります？そうですね、やっぱり3人だけで全部を、まあ、あの決断したりとか、うん、前進めたりとかっていうのは、うん、あの初めてなので、うん、そういうところでのその責任感だったり、うん、なんだろうな、そのお互いに3人の中での、まあ、信頼感だったりとか、まあ、そういうところはすごい深まったなと思いますね。このアルバムを色に例えると、橋本さんは虹色、はい、福岡さんはラメ、高橋さん黄色って、はい、おっしゃってくれました。それぞれの心ちょっと聞いてみましょう。虹色、はい、もうカラフル、うん、カラフルやなって思いました。カラフルな、うん、そんな一曲だなと、はい、一枚だなということですね。そうです。福岡さんラーメン、うん、なんか、まあ、キラキラしてるし、その音鳴らすのがすごく楽しいっていうのが伝わると思うから、うん、もうキラキラしてる感じがラーメンやなと思います。高橋さん黄色、うん、なんか一人だけ、なんかね、一人だけ色が虹色ラメはなんとなく結びつくんですけど、なんか間違った感が間違ってないと思いますよ。いや、赤黒ならばいいんですよ。なんか好きな色言うてもたみたいな。まさにそれで、その時なんかすごい黄色が好きだったっていうことで、なんか元気やなっていうことですね。食感は大事ですからね。そうですね、食感は大事です。何も考えてない考えてないね。そんな色に例えていただきました。ユーモア、本当に1曲目から11曲目までもう際立った作品になっております。バースデーケーキの上を歩いて帰った、このまたじっくり聞いていただきたいんですけども、最後ね、また終わったと思ったドラムが始まってというところ、あれフェードインフェードアウトはもうご自身のそうなんですテクニックでされてたってさっき聞いてびっくりしたんです。そうなんですよ、なんか初めシャレでやってたらほんまにできるようになってきてで本番もそのままで、あの自分でだんだん弱めていきました、力を。でもあのね、橋本さんがね、よく聞くとみたいな告げ口もあったんで、そのあたりは皆さん各自チェックでよろしくお願いいたします。一番最後聞いてください。さあ、はい、そしてですね、なんといっても4月の14日から全国ツアーユーモア前線スタートです。イエイイエイ。27都市29公演で関西もたっぷり来てくれますよ、はい、初日なんですね、4月14日京都タクタク、これはガールズオンリーの。そうなんです、はい、女子限定です。女子限定、うん、これ楽しそう、秘密の花園みたいなね。やばいです、やばいですね。めちゃくちゃ楽しいです、女子限定。そして5月1日は和歌山市民会館、5月2日は神戸国際会館国際ホール、5月4日は、三重県文化会館中ホール、6月18日19日は絶風大阪 2days となっております。結構関西の中でもいろいろと回ってくれますね、はい、しかも和歌山も入りました。そうです、うん、これ初の場所っていうとやっぱ和歌山とかなるんですか？和歌山と三重は初ですね。和歌山と三重ですね。その初めての場所でライブをする時ってやっぱいつも新鮮な気持ちになりますね。やっぱり初めましてな気持ちもありますし、その土地に対してので、なんかドキドキしますね、普通にドキドキ、うん、どんな反応が返ってくるんだろうっていう、そのワクワク感が楽しみですね。アルバムをいい感じに聞き込んでライブに臨めるそんな日程になってますからね、はい、だからちょっとひょっとしたらばその和歌山で大合唱で迎えられることもねあるかもしれないし、これやっぱそれがライブの醍醐味でもありますからね。そうですね、アルバム聴いて一緒に歌う、一緒に楽しむっていう、ね、そんなんされたらもう一回行くよな。もう一回来てもらえる和歌山の人を盛り上がりましょう。お願いします。さあ、ではニューアルバムを聴いて、そしてライブを楽しみにしているファンの皆さんにお一人ずつメッセージいただけますか？はい、では橋本さんから。自信があるアルバムができましたので、ぜひ聴いて、ライブ来てください。はい、ありがとうございます。はい、本当にあのいいアルバムができました。ライブも楽しくて明るいライブにしたいと思っていますので、行ったことのない地域10カ所ぐらいか行くんですけども、本当にあの初めての方もいっぱい来てほしいなと思います。はい、
はい、はい、関西は本当に大好きな土地で、デビュー前から本当お世話になっているところなので、いいライブができると絶対思いますので、和歌山の皆さんも大合唱しましょう。はい、ありがとうございます。ではここで3月の23日に発売されているニューアルバム UFO からもう一曲お届けしたいと思います。では曲紹介、橋本さんお願いします。はい、それでは最後に入っている曲です。余韻。お送りしているのは3月の23日に発売されていますチャットモンチーのニューアルバムユーモアから、ラスト11曲目にクレジットされている余韻であります。アルバムの最後のタイトルも余韻っていうのもいいですよね。最後を締めるそんな一曲、そして、この遠藤潤のジャストライクザミュージック最終回を締める一曲ということで、ね、どうもありがとうございました。いやなんか寂しくなってきたいやいや、その余韻をね、この楽しかったという余韻に浸りながら、僕もまた明日から頑張りたいと思いますからね。ということで、本当最終回もラストにふさわしい豪華なねゲストということで、チャットモンチーの皆さんにお越しいただけてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。改めて今日いかがでしたか。いや、めっちゃ楽しかったです。めっちゃ笑いました。このブースで笑ってましたよねめっちゃおかしかった。一人だけなんか皆さんの個人面談全部聞いてましたすごいですよ本当ね。久保さんいかがでしたか。もうめっちゃ楽しかったですね。なんか久々にラジオでなんかこうこんだけ個性出たなっていうか、なるほど。いつも3人でわーしゃべるからガールストークみたいな感じなんですけど、ここでやると面白いですね。面白いですね。宇宙がありますねやっぱりやっぱりね、宇宙がある高橋さん。はい、いやもうアルバムの話よりもなんか幕末の話のよく喋ったなっていう感じですねずっと喋ってた。私もクレコも聞いてた幕末話面白かったです。またじっくりと別の機会もおけたいですね。そうですね、幕末は幕末で、それでも 2,3 時間っていう感じでね、すごいですよね本当にもう賑やかにお届けしていただきました。ありがとうございました、はい。3月の23日に発売されていますニューアルバムユーモア、これを聞いてですね、ぜひ皆さん、4月の14日から始まるツアー遊びに行ってください、はい。来月4月14日京都タクタクは初日ガールズオンリーのライブから全国ツアースタートです、今後のライブインフォメーション、これはですねチャットモンチのオフィシャルサイトをまたチェックしていただきたいと思います、はい。本当にあの体に気をつけてっていう皆さんからのメッセージもありましたけど、本当にもう皆さん自身気をつけていただいて、ツアーもうラストまで走りきてください、はい。本当に僕も関西来るの楽しみにしますんで、はい、ライブ拝見させていただこうと思っております。さあ頑張ってくださいね。はい、頑張ります。遠藤潤の Just Like the Music、 今夜が3周回ということでございまして、3ヶ月お聞きいただいた皆さんもどうもありがとうございました。またどこかでこういう番組がねお届けできればいいなという、そんな余韻に浸りながら、お相手は遠藤潤とチャットモンチーがお送りしました。バイバイ。バイバイ。